中国の大学を卒業した女性は、3人の女子学生と一緒に、マンションの部屋を借りた。ホテルのような内装の部屋で、浴室もある。7月28日夜、女性が入浴した時、天井板に取り付けられたライトが壊れているのに気づいた。彼女が、ライトをよく調べたところ、小さいカメラが設置されているのを発見。彼女がカメラを取り外したところ、カメラ内に、電池と SD カードが入っていた。その後、同居している女子学生が、パソコンで、SD カードに保存されていた映像を確認すると、7月27日と28日の入浴の様子が撮影されていることが判明した。驚くことに、監視カメラを設置している男性の姿まで撮影されていた。容疑者は男性で、50代のようだ。女性は、その日の夜、警察に通報。その後、警察が現場に駆けつけ、捜査を始めた。マンション管理部が映像を確認した結果、容疑者は、マンション管理部の修理工であると判明した。容疑者は、盗撮用監視カメラを購入し、初めて使用したと供述した。盗撮された映像が流出していないことから、警察当局は、治安管理処罰法の規定に従って、男性は、5日間の行政拘留に処せられることとなった。